シーブリーズを買おうと思って、どんな香りがあったっけと思って調べてたら、ちょうどそのサイトが見つかったので、コーチの PR 動画をシーブリーズの CM 風に撮りたいなと思って応募しました。こうやってやる機会とか絶対ないと思うんで、楽しくできたらいいなって思います。じゃあ2日間よろしくお願いします。よろしくお願いします。ワクワクドキドキ緊張もしたりしてます。いや楽しいんで、はい、初めてなんで、はい、いい経験になってるなって思います。バッチリです。はい、これナルコって言います。友達が撮影されてるのとか見る経験とかも多分ないんで、めっちゃ楽しいです。すごかったね。撮るのが上手いのか水着が上手いのか知らんけど、明日も頑張らないか、うん、頑張れ、頑張ります。じゃあ します。緊張するね。そうマジ。おはようございます。よろしくお願いします。出演していただく池間さん、古川さんです。お願いします。お願いします。頑張りましょう。頑張りましょう。俺先輩。先輩知ってます？仁淀川って日本でトップクラスの透明度の川なんですよ。ああ、やっぱうまいなって思います。画面で見るのがなんか CM っぽくて、スローモーションになった時がね、すごいなんかすごいさあってなっちゃうのがすごい。はい、はい、最高だと思います。よーいスタート。言うタイミングが難しいなって思いました。いい経験になったかなって思います。高知県って日本一喫茶店が多いんですよ。いただきます。緊張してると思うんで、言葉をかけてあげたいと思います。池間さんみたいに自然な演技ができたらいいなって思います。よかったら一緒によそこへ踊ってみませんか。ぜひ。踊りたいなってなるぐらい本当に楽しそうに踊るので、そういうところをみんなに知ってもらえたら嬉しいなって思います。自分の夢をねこうやって現実にできるってすごいよね。うん、ありがたいことです。みんながコーチに来たくなるようなそんな CM 作れたらいいなって思ってます。楽しみ。本日の撮影以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いいシーンが撮れた時のおー自分の中でなるのがすごい楽しかったんで、いい経験になりました。コーチの魅力が分かってもらえれば嬉しいです。ジブリーズ夢チャレ。